日本私立小学校連合会は、東京都に本部置く私立の小学校、私立の特別支援学校初等部の校長、教育機関の代表者等の団体である。2015年6月30日、厚生取引委員会は、日本私立小学校連合会の参加団体である、西日本私立小学校連合会、京都府私立小学校連合会、 大阪府市立小学校連合会及び兵庫県市立小学校連合会に対して独占禁止法に基づく審査の結果同法違反にあたる恐れのある行為があったとして警告を行った。公正取引委員会が発表した警告の概要によると次の2点の事実が認められたとされる。4団体は自らに加盟する。 私立小学校の経営の安定化を図るなどのため、それぞれ、加盟校間における児童の転出入を認めない、ことなどを申し合わせた。4団体は、洛南高等学校付属小学校の新設を予定していた、学校法人新言州洛南学園に対して、4団体加盟校からの児童の転入を受け入れない、ことを要望した。その結果、同学園は、 同小学校の募集要項に、京都府の私立小学校に在籍している児童は、受験を遠慮するよう記載した。これらの行為のうち、西渡市少年によるものは、京都府、大阪府、兵庫県及び、奈良県における、私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあり、また、京視少年、 大志少年及び兵士少年によるものは、それぞれ所在府県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあるとして、いずれも独占禁止法第8条第1号に該当し、道場の規定に違反する恐れがあることから、公正取引委員会は4団体に対し、今後、 このような行為を行わないよう警告した。ありがとうございます。